リンクスタート。スイッチ行くぞ。くらえ。はあ。それはこっちのセリフだ。75層で俺たち攻略組を苦しめたフロアボスがなぜここに。なんとか巻いたと思ったんだけど、やるしかないか。なあそこの君、ここではこんなモンスターが出るのか。あんたたちのようなならず者と話す気はないわ。あんたたち何か勘違いしてないか。危ない。止められるということは75層よりパラメーターが弱く設定されているな。だが愛に逃がしてくれるような相手ではないし。そこの君、少しは戦えるんだろう。何を。こいつを倒すまで一時休戦しないか。なんで私があんたなんかと。こいつの鎌は俺が受け止める。君はサイドから攻撃してくれ。なぜ私をかばうの。後ろから切りかかられるかもしれないのに。君に襲われる心当たりは全くないんだけどな。でも君は生き残りたいんだろう。それならこいつを倒すしかない。ついでに言うと俺も死にたくない。分かった、今だけ協力してあげる。サンキュー。よし行くぞ。
初めて見た。75層のボスに似ていた。フロアボスがなんでこんなところに。さあな。でもステータスはだいぶ弱くなっていた。同じステータスだったらとても二人じゃ勝てなかったよ。で、俺としてはできればしたくないんだけど、そのやっぱり君と戦わなきゃいけないのか。俺が何かしてたら謝る。本当にあいつらの仲間じゃないの。あいつらって誰のことだよ。どうやら本当みたいね。でもあんた見えてるんでしょ、私のカーソル。ああ、オレンジだな。それを見て何とも思わない。なんで普通に話しかけてこられるの。気にはなっていたけど、まあそれどころじゃなかったし。聞いたら答えてくれるのか。いいわ。私人を殺したの。そういうことだから私に関わらない方がいい。それじゃさよなら。さっきは助けてくれてありがとう。ちょっと待ってくれ。何？関わらない方がいいって言ったでしょ。それは分かった。ただもう一つだけ聞きたいことがある。教えてくれ。ここは一体どこなんだ。 SAO の中ということは間違いないだろうけど。分からない。私は1ヶ月前にここに飛ばされたんだけど、生き残るのに精一杯でほとんど探索できていないから。1ヶ月前？まさかクリスタル向こうエリアか。で、俺使えるじゃないか。ここの階層は分からなくなっているけど、アイテムやメッセージは通常通り使える。転移結晶がないのなら俺のをあげようか。いくつかを持ってきているから。遠慮する。君は。フォロー